하세요안녕하세요자韓国ソウルにやってきましたこんにちは宮澤さえですそしてこちらの男性ははいクリエイト会社のトフィーですトフィーさんよろしくお願いしますトフィーさんは大人気 K-POP グループのグレートガイズのメインボーカルなんですよねクリエイトガイズは背がもっと高いグループですみんな高い私が2番小さい、それで私ビッグネームは赤ちゃんです赤ちゃんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあこの番組は韓国のぶらり旅を4回シリーズに分けて放送します今日は初回、はい、ソウルからお届けしま す。さあソウル、はい、トーミーさんが紹介してくれるソウルいろいろ面白い文化がありますあ、はい、教えてねじゃあ今日はそれでは早速行ってみましょうもっと韓国ソウルの旅スタートの首都ソウル。およそ1000万人が暮らす大都市で、周辺の市を含めた首都圏で考えると、実に韓国全体の4分の1に当たる人口がソウルに集中しています。観光客にとってもソウルは魅力満載の街で、見る、買う、食べるの3大要素が全て詰まっています。そんなソウルでまず2人が訪ねたのはこちらの K スタイルハブ観光案内をはじめさまざまな体験イベント展示などを行っている複合施設です2階の観光案内コーナーでは各地の観光スポット情報を検索することができますさらに VR ゾーンでは韓国の観光名所を仮想現実の映像で見ることができたり医療観光広報コーナーでは肌チェックのプログラムなどを体験することができますめっちゃ乾燥してんじゃんこれ何これすごいんだけどマックス本当いいねいいのなんですけど、うん、なんだっけ奥肌の奥の炎症指数だからニキビとか吹き出物が出る可能性がないやったやったよかったーセーフまた3階の韓食文化展示館では韓国の食文化を学ぶことができます韓国の食で欠かせないものといえばキムチです韓国では毎日キムチを食べましたそれ本当なの本当そうですうちはそうなんですよ食べた今日本当食べた食べた好きです食べた本当なんだ羽の中に塩辛とか、コチュジャンとかお味噌などが入っていますけれども、これは地中に埋めて交換する。へー、面白い。そしてこちらは韓国の慣習的な民族行事、名節と食文化に関する展示です。韓国ではなんか大きい祝日というか面接がありますこちらに入っている写真は面接とか祝日に食べたなるほどね今紹介されていますへえ美味しそうでなんか韓国では料理を作って食べたもので そのことでなんか、まあ、体の健康を守ることができるはあすごいわなんか飲食道元という言葉があるんじゃないですかでそれが韓国では薬食道元というものなんですけれども、はい、なんか食べ物と薬の源が同じであるという意味でございますなるほどねそうですよねそして豚汁というにはなんか1年のうちになんか夜が一番長い日でございますけれども豚汁の赤小豆を使ってなんかお湯を作って食べたりしました味気好きですか好き甘いよね甘い大好きでこの料理はなんか見慣れているんじゃないですか
ビビンバ？あ、そうですよ、うん、なんかコルトンパンという食べ物なんですけれども、お料理ですよね、うん、で、このコルトンというのが韓国、昔の韓国語でビビダ、混ぜるの意味が入っている言葉です。混ぜるって意味でビビンバって、じゃあ混ぜるの意味があるんだ。さらに5階ではチマチョゴリの試着やランタン作り体験など、王朝時代の韓国文化を味わうことができます。2人も早速折り紙を使ったランタン作りに挑戦です。順番としては、こう六角形の形を作ります、はい、うん、次はですね、これで穴を開けます。灯籠を作るんですが、灯籠の光が出るように、うん、なるほど、じゃあちゃんと開けた方がいいね。これはレトゥプという紐なんですけれども、はい、これを見せてください。花模様のちょっと形を作るんですけれども、こういう、はい、ところを基準として、上ができて、また下に下がって、うん、ちょっと、あ、分かった分かった。わーい、上手ね。なんかチクッてが、やっぱ手先が男の子、かわいい。これができたら、これが、うちは下がらなければならないんで、はい、ね、こうか、はい、ランプをここに入れてください。はい、はめる、はい、できたね。はめたら出来上がりです。そう、あ、はい、こんな感じ。ほんと上手ね。綺麗、ほんと綺麗。はい、これで体験を終わらせていただきます。ぜひ皆さんも古き良き韓国文化に触れてみてはいかがでしょうか。続いて2人が向かったのはソウル東部のソンスドン。手作り靴の店が連なる職人の街です。靴関連だけで実に500もの店舗や会社が集まっています。성수동여기거리가70년대부터구두집이유명했어요구두굿즈근데요즘에는이렇게커피집수제커피커피이런게이쁜카페들이요새많이생기고있어요그래서뭔가건물은느낌이조금낡은느낌인데이렇게좀되게안에는요새느낌의카페들이많이생겨서요새되게핫한핫플레이스예요오시네2人も一軒のスタイリッシュなカフェスピに立ち寄りました。倉庫のような外観からは想像もつかないガラス張りのおしゃれな店内。テラス席で一息つくことに。いただきます。はい、いただきます。はい、乾杯。乾杯。美味しい。美味しいです。ソンフィッシュはデビューはいつなの？저는2017년도에데뷔를했습니다。17年です。2年目？はい、2年くらいです。赤ちゃん。あ、サイちゃんはデビューはいつですか？2006年です。あもう今13年目。なんで始めたの？원래기타를좀좋아했어요노래하는것도그렇고고등학교2학년때부터꿈을가졌어요사일장은언제가수가꿈이이제가졌어요마음을子供の頃から歌って踊るのが好きで、でも歌は苦手。ダンスのが得意。아저도잘못하는데그래서저도좋아해가지고가수를꿈을꾸게됐어가지고에오디션이만의그룹의아네하이오디션으로이제붙게됐어요네그러니까제가부산에살아가지고오디션항상서울에만있거든요그러다가이제21살때는서울에서살게됐어요에한국의그아티스트산とか아이돌그룹때민나료니스무노민나데네지금도같이살고있습니다9人で9人が男の子だけ9人で寮生活は楽しいですか？아처음에지금은사이가좋은데처음에많이싸웠어요뭔가
다 모르는 사람끼리 갑자기 같이 사니까 그거를 이제 아홉 명에서 맞춰가니까 시간이 좀 걸렸어요. 야스미 나인다. 다만이. 다만이. 다만이 아리마스. 네, 맞아요. 나도 야스미 나갔다. 그래서 AKB48에 있었는데 楽しかった 思い出とかが 忙しすぎて 覚えてない. 일본이랑 한국이랑 차이점은 있지만 그런 공통점이 또 좀 있네요. 確かに. 頑張って. 頑張ろうね. 아. 同じ経験を持つ先輩後輩、話がつきませんね。カフェの並びにはアパレルショップが併設されています。お店の名前はカフェと同じスピです。オープン。あ、かわいい。スタースタース。わかる？わかる。あ、本当スピです。かわいい。ね、いい、好き好き、こういうとこ大好き。おしゃれ。かわいい。セレクトショップスピ、洋服や雑貨、シューズにアクセサリーなど、全体的にカジュアルストリート系が多く、思わず手に取りたくなるセンスあふれるアイテムが揃っています。あ、めっちゃいい。ビッグサイズです。でも可愛いよ、可愛い。ビッグサイズ大好き。店舗の作りにもこだわりがあり、回転ドアを通って2階に上がると今度はまた雰囲気の違うインテリアが。楽しい。不思議ね。いいね。可愛い。可愛い。ヒップアップスタイル。一回同様、洋服以外に靴やアクセサリーなど多くのアイテムを取り扱っていますが、こちらは少しフォーマルさが加わります。ここでドンヒさん、少し大人な宮沢さんの衣装選びです。この茶色も可愛い。早速試着してみると、すごいチェックチェックだ。やってるね。チェックチェック。ダブチェック。お。さらにトンヒさんからリクエスト。今度はこちらを試着です。モデルですか？そうよ。かわいい。かわいいかわいい。超かわいい。すっかり満喫した2人でした。韓国ソウルのぶらり旅を満喫する宮沢沙絵さんと K-POP グループグレートガイズのドンヒさん、訪ねたのはロッテワールドタワーです。うわー、ほんと高い。なんか見えない。周囲の高層ビルを圧倒する存在感。高さ555メートル、123階建てのロッテワールドタワー、世界第5位の高さを誇ります。秒速10メートルという高速エレベーターでわずか1分で展望フロアに到着です。すごい。よかった、来れて。怖いじゃない。怖いじゃない。怖いじゃない。本当ですか。おお、やばい。怖い。怖い。怖い。ちょっと怖い。すごい。おお、本当怖い。そしてここに来たらぜひ体験してもらいたいのがこちらです。あー、これ苦手かも。ちょっと待って。怖い。足元がガラス張りのスカイデッキ、118階の高さから下を見下ろすと、まるで空の上を歩いているかのような感覚に思わず足がすくんでしまいます。柱の上を恐る恐る進んでみると、大丈夫？大丈夫。おお、なんか今汗が出てきた。すごい。その景色の素晴らしさに怖さを忘れます。さらに2人は野外のスカイテラスへ。外の空気を味わいながらリフレッシュ、ソウルの景色を満喫できます。すごいね。ソウル広い。広い、本当に広いですね。
とここでトンヒさん、この後行われるグレートガイズのイベントに宮沢さんを招待してくれるそうです。私が紹介します。嘘、グレートガイズ、はいはい、みんな、はい、あ、嬉しい、全部吸引、いや嬉しい、全部紹介、頑張ってね、はい、いってらっしゃい、はい、はい、頑張って、いってらっしゃい。ファンイベントが行われるのはロッテワールドタワーに併設するロッテワールドモール5階ジャスト K-POP です。グレートガイズのアルバム発売を記念するイベントに日本からも大勢のファンが駆けつけました。宮沢さんもしっかり応援させてもらいました。そしてグレートガイズの楽屋を訪ねてみると、잘부탁드립니다잘부탁드립니다세노네츠こんにちは、グレートガイズです。よろしくお願いします。ね、みんな声大きいね。一番高いメンバーはウヨンです。ウヨン、ウヨン、はい、ウヨン、トフィシースモール、それでニックネームが赤ちゃんです。赤ちゃんだよね、赤ちゃんだね。すごい日本人のファンの人がたくさんいましたよ。あ、はいはい。그저희가한국에서데뷔를했지만먼저일본에서공연을먼저시작한터라그래서그런지이제항상무슨일이있을때마다먼저찾아와시더라고요。私もお話しさせてもらっちゃいました。どんな話ですか？昔応援してくれてた子が、あの今皆さんの応援、グレートガイズの応援してるって言って、あ、わかるわかる。いつもいつも、ありがとうございます、ファンの皆さん。いや、もう本当に、同じです。トカちゃん。同じ同じ。日本のファンの皆様もグレートガイズのことを応援しているので、これからも頑張ってください。私も応援してます。頑張ります。グレートガイズのライブを見学してメンバー全員と対面した宮沢さん。トンヒさんの案内で向かったのは焼肉屋です。やっぱり韓国といえば焼肉は外せないですよね。2人が訪ねたのは多くの芸能人も来店するというテハングッチャンチョンダン店です。韓国産ブランド牛ハヌの熟成肉をリーズナブルに堪能できるお店です。怖い怖い。놀라지마세요。燃え上がる炎で焼き上げるパフォーマンス的な演出も人気店の理由の一つです。すごい。やるじゃん。めっちゃやるじゃん。ひっくり返さなきゃ。ひっくり返さなきゃだよ。チャンス。すごいね。すごいすごい。激しい。센불에센온도에빨리구워주시는게제일맛있는겁니다。肉汁逃しちゃいけないんだ。じゃあ다시한번깜짝놀래서큰불이한번이렇게올라옵니다。네。うわー、すごい、すごい。うわー、ほんと熱い。熱い。うわー、すごい。いただきます。いただきます。まず最初は肉の味をしっかり味わうために塩を少しつけていただきます。甘い。あ、ちっちゃました。ちっちゃましちょ。俺ユーチューブ살아계실거예요。わあ。次にナムルとニラ、ニンニク、そしてタレを一緒に巻いていただきます。
괜찮으세요? 감사합니다. 와. 최고. 오이시? 오이시. 와. お肉の甘みとこのお野菜のタレの甘みと辛いのがすごい合う。なんかお店にすごいいっぱいサインが置いてあるんですけど。사실저희가게주변에서대형계획사들이한두군데세군데많아서다일끝나신다음에여기를맛있게고기드시러찾아주셔갖고이렇게사인을많이받게됐습니다그래서나중에가실때도저희한테사인부탁드립니다というわけで宮沢さんとトンフィさんのサインもお店に飾っていただくことに。サインを持って記念撮影です。すっかり日も暮れたソウルの街、道沿いには屋台がずらりと並びます。ストリート食べ物が本当たくさんです。トッポッキスンデ、ビールビールと飲む、あそこで買ったやつと、一緒に食べ物と、なんかそれで人が本当たくさんです。初日の締めくくりはシティバスの夜景ツアーです。景色が本当綺麗、いいですね。わいいわ、幸せ幸せ、あと思い出が。このバス、天井や窓が開いているオープンタイプ、開放感あふれる車内からソウルの夜景を楽しむことができます。綺麗思い出チップとありがとうこちらこそありがとうこのツアー、ソウル市内を流れる漢江沿いの夜景を中心に高層ビルやホテルなど色鮮やかな夜の景色を楽しめる、およそ1時間30分のコースです。ドライブデート、ドライブデートしたことない、まだ。デートはそのテレビ同じね、同じ本当かなカップル前、カップル前、ね、がうちコースするなんか前、あとコップル、いやめっちゃロマンチック、その多分いやもうここにさ、なんか好きな人と一緒に来たらさ、もう絶対カップルになるよ。韓国の文化やグルメに K-POP、 そしてこの素晴らしい夜景、盛りだくさんのソウル観光を楽しんだ宮沢さんとトンヒさん、すっかり打ち解けたようです。イエーイ、ソウルのシンボル、ソウルタワーに到着です。ソウルタワー、あ、ソウルタワーです。初めて見た、すげえ、いいね。ソウルタワーが立つナムサン公園からはソウル市内の夜景を一望できます。本当だ、綺麗綺麗、見たい、いやすごい、すごい綺麗うわやばい、これはやばいよ。もう幸せだわ。私も幸せ幸せ、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 綺麗、なんか心がうん、心が現れる、素敵な夜景ですね、ソウルタワー、ナムサンタワーです、ね、ちょっと高い高いな、でも本当に私は今日トンフィッシュと初めて会ったんですけど、一瞬で距離が縮まって、私も大好きなこのソウルの街をもっともっと知れた気がしました。ありがとうございました。ありがとうございます私もいろいろ本当楽しいと面白い、幸せ思い出作って本当ありがとうございます。あ、幸せの思い出ありがとういかがでしたでしょうか。もっと韓国ソウルの旅、美味しいグルメに素敵な街並み、そして K-POP に本当に大満足の一日でした。次回もソウル、ぜひ皆さんお楽しみに。あのー